ちょっとこういう状況を思い浮かべてみよう。登場人物は2人、発育良好な体をした年頃の少女と、同じく年頃で心身とも至って健康な少年である。その少女は力なくまぶたを閉ざし、手足をぐったり床に投げ出しているとしよう。かたや少年の方は血走った目をぎらつかせて四つん這いになり、少女の上に覆いかぶさっているとする。さて、そんな光景を目の当たりにした時、人はどんな場面と判断するだろうか。なぜ、一体どうしてこんなことになってしまったのか。それは、事の起こりは数時間前。この俺、二宮俊吾の生活がまだ平穏だった頃にまで遡る。いやー、すまない、すっかり遅くなった。いや、仕事が長引いてしまってね。ところで、こちらの家に来るのは初めてだが、なかなかどうして悪くないじゃないか。都心の一等地にこれだけの趣のある屋敷と緑を残している場所はざらにないだろう。しかしあれだね、観光気分で見て楽しむだけならともかく、こんなホテルみたいな建物に住んでいるとかえって不便なことの方が多くはないかな。丘の上に立っているから、ここまで毎日登ってくるのも面倒だろう。でもなかなか気に入ったよ。今日からここで厄介になるけれど、これから先の暮らしが楽しみだ。そう、この唐突で機嫌よさげなマシンガントークから全ては始まったのだ。失礼ですが、どなたですか？おや、涼子くんから話は聞いてないかい？姉から？いえ、何も聞いていません。では自己紹介をしておこうか。僕は月村幹彦という。よろしく。はあ、どうも。僕は…いや、いい、二宮俊吾くん、君のことはよく知っている。で、こっちの子が妹の真由だ。すごい美少女だ。卵型の小ぶりな顔立ち、程よく通った鼻筋、完璧なラインをかたどる眉、艶のある桜色の唇。とにかく全ての造形が完璧。言葉も出ない。君と同じ高校1年生でね。僕ともども今日からこの家でお世話になる。この家に住むだって？月村幹彦さんって言いましたっけ？それで後ろにいるのが。もじもじと恥じらう彼女を見て、俺は何か心に引っかかるものを感じた。あれ？俺は彼女のことをどこかで。ん？なんだこの音。ヘリコプター？すまないね、俊吾くん、迎えのヘリが来てしまった。僕はここで失礼させてもらうが、妹のことよろしく。また後ほど。で、ちょっとそんな。まゆ、僕は野暮用で出かけるが、一人でもしっかりやるんだよ。待って兄さん、私一人じゃ。あしまった。行っちゃいましたね。とりあえず、どうも、はじめまして、二宮俊吾です。あ、はい、すいません、月村真由です。とにかく上がってください、そこじゃなんですから。あ、はい、お邪魔します。月村さん、今回のこと、俺には全く事情を飲み込めていないんだけど、君は同居の話は前もってお兄さんから聞いていたのか？いえ、私も一昨日急に言われて、それでバタバタしているうちにこういうことに。事情の説明を求めても無駄か。どの道深入りするつもりはないけど。ここが応接室になってる、どうぞ。どうぞ、中に入って。すいません、言いにくいことなんですが。何か？できればでいいんですが、もしよければそこを少しどいてもらえませんか？その方が安全ですから。は？安全？別に危ないものは何もないけど。それじゃあどうぞ。すいません。あ、転んじゃったね。大丈夫？怪我とかしてない？さ、
俺の手に捕まって。ダメ、触らないで。いや、俺はそういうつもりじゃ。すいません、そういうことではなくて、なんだ彼女を見ていたら胸がドキドキして、抱きしめたいって俺は何を考えてるんだ。いくら可愛いからって初対面の相手に。あ、俺お茶入れてくるよ。危なかった。正直今のは危なかった。やっぱり女の子と同居なんて無理だ。こんなのが毎日続くようなら身が持たない。でもそろそろ彼女のところに戻らないと。それにしてもなんか俺やけに疲れてるような。気のせいか。すまない、遅くなった。お茶を。月村さん、なんで床に倒れて。ちょっと月村さん、ちょっと大丈夫って。あっ、慌てて転んじゃったか。ってやばい、俺彼女の上に覆いかぶさってる。体勢的には完璧に押し倒してる。待て、落ち着くんだ。それにしてもアップで見るとめちゃくちゃ可愛いよな。顔小さいし鼻筋は程よく通ってる。唇も桜色でツヤツヤしてて、何より細い割にスタイルがいい。って待て、一体何を考えてるんだ。そんなことよりまずは彼女の状態だろ。呼吸は安定してる。熱は、肌スベスベしてて柔らかいな。じゃなくて、熱もなさそうだ。そんで次は。はーい、そのままそのまま。ね、姉さん。なに、俊吾。いいね。我が妹ながら性的魅力あふれるね姿だ。月村さん。僕のことはお兄さんと呼んでくれたまえ。ムシムシ。そこで何を。何をって、見ての通りだけどね、ミキヒコ。見ての通りだな、涼子くん。とりあえず今日起きた一連の騒ぎについての説明くらいはしてもらえないですかね。生命元素関連因子欠損症という言葉は聞いたことがあるかな。いや、初耳です。だと思う。まだ過小に過ぎないしね。そのなんとか症と妹さんと何の関係があるんです。俊吾くん、人間が生命活動を維持するのに最低限必要なものといえば何だい。は？酸素と水と、それに栄養と。そうだね、大まかにその三つだ。だが実はもう一つ必要不可欠なものがある。想像がつかないかな。ああ、ひょっとしてあれですか、中国憲法とかに出てくる気とか。そう、それ。もっとも僕としては正気という呼び方が一番しっくりくるんだが。一体何を言おうとしてるんですか。生命元素関連因子欠損症というのはつまり正気の生成供給を司る機能に生来的な欠陥を抱えている状態を指すわけだ。実を言うと僕と妹はその生命元素関連因子欠損症というやつでね。じゃあどうやって生きてるんです。そう、そこだよ。生命元素関連因子欠損症と仮称されている症候はある種の遺伝的形質から来るものでね、何万年もの昔から存在し、遺伝的にこのハンデを持つ者たちは病に合わせて普通の人間とは異なる進化をしたんだ。進化ですか。つまり自分の体の中で作れないのならと外から補給するようになったのさ、他の人間から直接ね。だがそうそう簡単に受け渡しができるわけじゃなくてね、いくつか条件を満たす必要がある。まず相手のドナーは異性であること、ほどほどに若くできるだけ健康であることが望ましい。はあ。そして受け渡しの方法は相手との接触を必要とする。それもより人間の体内に近い部分。
粘膜的接触が必要なのだ。ちょっと待ってください。それはつまり君の想像している通りだよ、俊吾くん。だから僕ら生命元素関連因子欠損症の人間は異性の関心を引くためのあらゆる要素を遺伝形質的に備えている。まあありていに言えば女ったらし男ったらしということになるかな。あのそれっていわゆるサキュバスとかインマとかいうやつじゃ。おお、なんだ知っているのか。なら話は早い。もっともサキュバスというのは女性のインマのことを指す言葉でね、僕のような男性型の場合はインキュバスなどと呼んで区別するんだが、まあ呼び方はどうでもいい。つまり僕と妹はそれなんだ。じゃああそこで不安げに座ってる彼女もそういうことをして。俊吾くん、それはあまり口に出さない方がいい。すいません。さてここからが本題。妹の話なんだが、君は先ほど眉の肌に触れていたね。君体の方は何ともないのかい？は？いえ別に何ともありませんが。本当に全く何も？はあ、まあ今日一日いろいろありましたからそれなりに疲れてはいますけど。ほう、これは面白い。どう思う涼子くん？まあ俊吾も一応二宮の人間だから。うん、なるほど。すいません、こっちにも分かるように話してください。いや本来なら君がこうして座っているのは不可能だという話なんだがね。は？さっきも言った通り妹は僕と同じく生命元素関連因子欠損症の発症者、つまりサキュバスなんだが、実を言うと舞は発症してから今日まで自力で精気を補給したことは一度もない。え？というのも妹はちょっと風変わりなサキュバスでね、彼女は男性恐怖症なんだよ。はあ、男性恐怖症。しかも問題はそれだけじゃなくてね、妹はお互いの肌がちょっと触れ合っただけでも相手から精気を吸収してしまう。その上彼女の吸引力は上気を逸して高い。手を握っただけで大の男が失神してしまうほどだ。そして一番の問題は彼女が自分の能力を全くコントロールすることができないことだ。コントロールできない？それって眉に触れた男はその場で卒倒することになるな。なんてはた迷惑な。問題はまだあってね、妹は精気を吸引することはできるが吸収することができないのだよ。簡単に言えば口に含むことはできるが飲み込めないといったところか。でもそうなると妹さんはどうやって生命エネルギーの不足を補ってるんです？うん、まあ全く方法がないわけでもなくてね、眉については僕が自ら精気を分け与えているといってもそれも対処療法でしかないんだ。だからさっきのように妹はすぐ精気を使い果たし気を失ってしまうと。まあそういう事情でここらで一つ根本的な解決を目指そうってことになったわけ。つまり男性恐怖症の克服。家に来たのはね、まゆちゃんのリハビリのためなのよ。君と生活を共にすることで徐々に男性に慣れていこうというわけだ。どう？わかった？まあ事情はわかったよ。でも俺は同居なんてことは絶対に。言っておくけど俊吾、拒否できるなんて思わないことね。まゆちゃんの寝込みを襲うなんてことしておいて今さらねえ。あれは不可抗力だったんだ。俺は醜い居直りね。その不可抗力で傷物にされた側はあんたのそのセリフ聞いてどう思うのかしらね、幹彦。彼の心ない発言に被害者の兄として深く傷ついた。だからあれは不可抗力で。目の前の男が寝込みを襲うような人間だと知れば妹はどう思うだろうか。きっと軽蔑するわね。あら、どうしたの俊吾、情けない顔しちゃって。涼子くん、どうやら彼は快諾してくれたらしい。僕たちの誠意あるネゴシエーションが実を結んだようだ。してない。快諾どころかうなずいてすらいない。話はこれで終わりよ。ああ、もうこんな時間になっちゃった。俊吾、
お腹すいたわ。さっさとご飯にして。俊吾君、君の料理の腕なかなかのものと聞いている。期待しているよ。最悪だ。ここはどこだ。ねえ待って待ってよ。俺は小さい頃の俺だ。こっちこっちだよ。あの女の子、どこかで見たような気がする。そう、ずっと昔に捕まえた。ごめんね。俊吾くん、ねえチューしてもいい？ダメだよそんなの。どうして？だって私のこと嫌い？そんなことないよ。じゃあしようよ。そういうのは大人になってからすることで。でも二宮くんは昨日私を押し倒したじゃない。月村さん、違う、あれは仕方なかったんだ。そもそもあれは。だから今度は私が押し倒すわ。うわっ。夢にまで出てくるか。良くない、非常に良くない傾向だ。俺は月村さんを意識しすぎてる。ダメだ、意識するな。いつも通りこれまでと変わらない日常を送ればいいんだ。うまい味噌汁だ。ちゃんと手間をかけて出汁を取ってある。若いのになかなか関心なことじゃないか。どうも。眉はどう思う？俊吾くんの料理。え、はい、ほんとすごく美味しいです。私こんなの作れません。すごいと思います。どうも。涼子くん、君はどう見る？未熟ね。君も手厳しいね。だって本当なんだもの。何年修行してもこの程度。困ったものだわ。だったら自分で作ればいいじゃないか。姉さんの料理なんてもう何年食べてないことやら。どうせ腕だって鈍ってるだろうに。ねえまゆちゃん。はい、何ですか？唐突なこと聞くようだけど、寝込みを襲う男ってどう思う？はい、寝込みを襲うですか？ああ、ごめんなさいね、何でもないのよ。この話は忘れて。ね、姉さん。ところで、こんな面白い写真があるんだけど、ちょっと見てみない？昨日撮ったばかりの特ダネよ。またストップ。姉さん、俺が悪かった。は？悪かったって何が？あんた何かしたの？だったらここで言ってみたら？勘弁してください。あら、そう。まあ無理強いはしないけど。姉さんに逆らっても無駄だ。我慢我慢。あの、ところでこの朝食って全部二宮くんが作ってるんですよね？朝食だけじゃなくて家事全般は俊吾の仕事。16にもなってただ飯ぐらいの居候なんだから、そのくらい当然。あ、まゆちゃん、あなたはいいの。あなたは別。でも私たち兄弟のお世話になると仕事の量が全然違ってくると思うし。いいのいいの、そんなの全部こいつにやらせとけば。好きなだけこき使ってやって。そんなとんでもないです。何もしてないとかえって心苦しいですし、ぜひお手伝いさせてもらえませんか？だそうだけど、どうするの俊吾？ここで彼女に家事を任せれば同居の事実がいよいよ確定してしまう。かといって無限に断るわけにも。だったらお手伝いさんを雇うというのは？まあそれも面白いかもね。じゃあ考えとくわ。そういうことでいい？まゆちゃん。はい、わかりました。おっと、もうこんな時間か。涼子くん、そろそろ。そうね、じゃあ一緒に出ましょう。
じゃあ俊吾、私たちは仕事だから夜までには戻る。真由、俊吾くんがついててくれるから何も心配はいらない。しっかり頑張りなさい。もし弟に不手際があったらどんどんチクってね。遠慮しなくていいから。はあ、アッキどもは連れ立ってお出かけ。こっちはやっと落ち着けるよ。これから毎日こんなやりとりが続くんだろうか。まったく先が思いやられる。あの二宮君。ん？なんだい？すいません、そのああいう兄で。いや、あのそれで私の体質のことはもう知っていると思いますけど、それでそのたくさんご迷惑をおかけすると思いますが頑張ります。よろしくお願いします。あ、こちらこそ。じゃあ学校に行こうか。はい。俺たちのことなんだけど、学校では長いこと会っていなかったいとこ同士ということにしておく。はい。それとあらかじめ心の準備はしておいてほしい。うちのクラスの連中はそのちょっとあれだから。あれというのは？まあお調子者でお祭り好きなのが揃ってるんだ。君を見た途端ハイエナのように群がってくる可能性もある。いや十中八九そうなる。はい、ちゃんと心の準備をしておきます。ご迷惑はおかけしません。じゃ頼むよ。あ、それともう一つ、これから校門のところで恒例の行事がある。行事ですか？いや、行事というか通過儀礼というか。ほら言ってるそばから。今朝も会いましたわね、二宮俊吾。おはようございます、北条先輩。ごきげんよう。じゃあ先輩、俺は用事がありますからこれで。お待ちなさい。この私に声をかけられておいて、たったそれだけの挨拶で済ますおつもり？はあ、ですが。世界に冠たる北条コンチェルン総帥、北条義信が一人娘にして、神宮寺学園生徒会会長。つまり、この学園を統治しているのは、この私なんです。ちゃんと言うことをお聞きなさい。はあ。時に、あなたはどのように週末を過ごされて？はあ、俺は普段できない掃除とか片付けとかをまとめて。まあ、そんなことでせっかくの休日を浪費するなんて信じられませんわ。メイドにでもやらせたらいかが？はあ、でも自分でやった方が落ち着くというか。これだから庶民は。掃除も片付けも一生私には縁がありませんもの。コンチェルの後継者として生きるよう運命づけられた私は。おっと、もうこんな時間か。じゃあ先輩、俺はそろそろ。お待ちなさい。私に呼び止められておいて、たったこれだけの会話で済ますおつもり？いいですこと、私は。やあ二宮君、おはよう。どうもおはようございます、穂坂先輩。ああ、今日もいい天気だね。はあ、また暑くなりそうですね。こんな天気の日には涼しい木陰に入ってお弁当でも広げたいよね。ほさか、私を差し置いて何をくっちゃべっていますの？すみません、礼がお嬢様。首を締めないでください。ところで二宮俊吾、その女は誰ですの？ああ、彼女は俺のいとこです。今日からうちの学校に通うことになりました。あ、はじめまして。いとこ？大したことありませんわね。紹介するよ。こちらがこの学校の生徒会長で、北条麗華さん。はじめまして、月村真由です。よろしくお願いします。気安く口を聞かないでいただけますこと？私は北条コンチェルン総帥、北条義信の一人娘にして。あー、すごい、お嬢様しゃべりですね。私初めて聞きました。
昔の売れない少女漫画みたい。売れない。じゃあそろそろ行こうか。もう時間が。月村さんとおっしゃいましたわね。あなた私に喧嘩売ってるんですの？お嬢様、もう行っちゃいました。何よ、何なのよあれは。は？何がですかお嬢様。お黙れ。あの小娘、このままでは済ませませんわよ。月村さん。もう教室に入った途端にこれだ。月村さん、男どもに囲まれて大丈夫なのか。こらお前ら、いい加減に。月村さん、好きな男性のタイプは。予想はしてたが、これ予想以上だ。とにかく男を遠ざけないと。お前ら、いい加減に。写真撮ってもいいですか。フィギュア作りたいんですけど。バカ、意味を読んでください。むしろ結婚してください。好き勝手なことを。月村さん、今助けに。で、月村さん、気絶しちゃった。初日の、それも朝一番からこれだ。いきなり月村さんを背負って保健室に直行か。まあおかげでクラスの男どもから引き離せたけど、それにしても。背中で動かないで。胸が当たる。俺の理性が。落ち着け。そうだ、ククでも数えて気を紛らわそう。21が2、2人がし、2、3が6、2、4が8、2、5、10、2、6、12、2、7、14、2、8、16、2、9、18。失礼します。3、1が3。すいません、先生。3、2が6。彼女、ちょっと具合が悪くなったらしくて。サザンアック。少し休ませたいんですけど、3、4、12。ああ、もう、しょうがないわね。すいません。3、5、15。ほんと役に立たないんだから、あんたは。すいません。サブロック、18。ごめんね、まゆちゃん。このバカが使えないばっかりに、辛い思いさせて。はあ、すいません。おい、何してるんだ姉さん。何って、保健の先生をやってるんだけど、今日から。どうして。もちろんまゆちゃんを見守るためよ。あとはあんたが役目をサボってないか監視するためね。夜まで仕事だって言ってたじゃないか。夜までこの保健室で仕事だけど。じゃあこの間までいた保健の先生は前任者。今頃南の島でバカンスじゃない。退職金は弾んであげたし。だもう。じゃあ私はちょっと席を外すから。ちょっと姉さん、看病は戻ってくるまであんたが責任持ってみなさい。姉さん、一体何考えてるんだ。ここは。ああ、月村さん、気づいた。あの、二宮くんがここまで運んでくれたんですよね。ぼんやりとだけど覚えてます。あ、それに教室でかばってくれたのも覚えてます。すぐに意識がなくなっちゃいましたけど、ごめんなさい。いや、とにかく気絶するまで我慢しなくてもいい。ちゃんと言ってくれ。はい。クラスの連中については勘弁してやってほしい。あいつらも悪気は。月村さん、聞いてる？いえ、なんでもないです。なんでも。何？いるものがあるなら言ってくれ。いえ、何もないです。はい、何も。ちゃんと言ってくれないと困るんだ。できるだけ月村さんのことをよく知っておかないと、俺も満足に動けないんだよ。私、男の人は苦手だけど、サキュバスだし、今みたいに精気が足りないときは、ふと気を抜いた瞬間とかに、その何？その欲しくなることがあって。は？すいません、迷惑ですよね。そんな目で見られたら
ってるだって。そうか、彼女はサキュバス。欲しくなるってことは、つまり…いやいや、何を考えてるんだ俺は。月村さん、その俺は…月村さん、寝ちゃったの？まあこれで一安心。いや待て、これは世間一般で言うところの末善というやつじゃないのか。密室に一組の男女、加えて女の方は完全ノーガード。それにさっき月村さんは欲しくなった、そう言っていた。待て待て、短気を起こしてはならない。軽率な行動は慎むべきだ。間違いのない確証を得るまでは。違う違う、いいか二宮俊吾、時と場合を考えろ。ここは学校の保健室で、今は授業中だ。他の生徒が真面目に授業をしてる時にそんな背徳的なこと。その背徳がいいんじゃないかって、違う、いかん、卑劣だぞ二宮俊吾。って待て、何をするつもりだ俺。なぜ彼女に近づいているんだ。まったく、盛りのついたガキはこれだから。姉さん。いや実に若い、若さを溢れさせているね。三木彦さん、なぜここにいるんです。なぜって見てわからないかな。理由かい。もちろん妹の様子を見守るためさ。前任者、今頃ベガスあたりで豪遊してるんじゃないかな。休眠状態に入っているね。こうなれば僕が正気を分け与えない限り目を覚まさない。さて涼子君、手を貸してくれ。え、ほら俊吾、とっとと出て行きなさい。はい。というわけで、今日の神宮寺学園は全て二宮君絡みで動いた。そう言っていいと思います、麗華お嬢様。そう。これは未確認の情報なんですけど、月村真由さんは重度の男性恐怖症らしいですね。で、彼女が学園生活を送る上でのフォローをするために、月村氏と二宮先生は赴任してきたのだとか。とにかく相当な騒ぎだったみたいです。生徒会も教師連も鎮静化に乗り出したみたいですが、あまり効果はなかったようですね。保坂、細かい調査は別途行いますわ。差し当たりは二宮俊吾に関する報告だけよこしなさい。はあ、二宮君の今回の役割はですね、一言で言えばナイトですね。お姫様を守るナイト。ナイトですって。二宮君は一日中月村真由さんについて回り、群がる男子生徒から彼女をかばう行動に出ています。おかげで二宮くん、心身ともにボロボロみたいですよ。何が彼をそこまでさせるのかな。もっと噂をすれば。や、二宮くん。また会いましたわね、二宮俊吾。あ、北条先輩に保坂先輩。どうも。こんにちは。あなたに言っておくことがありますわ、二宮俊吾。他でもない、今日あなたの周りで起こった一連の騒ぎのことよ。多少のことならともかく、これだけ学園内の風紀を乱されては、私も生徒会長として見過ごすわけには。あ、北条先輩、ちょっと。何ですの、二宮俊吾。すいません、今日は勘弁してください。彼女疲れてますから、早く返してやりたいのですいません。さようなら、です。あ、ちょっとお待ちなさ。あらら、行っちゃった。なんかあれですね、お嬢様、あの二人まるで恋人同士みたい。やば、なんですのあの態度は、二宮俊吾。やれやれ、大変な一日だったな。同居に学校でのボディーガード、その他もろもろ全部俺一人でやるなんて土台無理な話だったんだよ。ここが月村さんの部屋。ゆっくり休んでくれ。
じゃあ、俺の部屋はこの廊下の奥だから。あの、じゃあまた後で。あの、そうじゃなくて、部屋が、あの、部屋が、どうしたの？あれ、月村さんいつの間に本棚や机なんて持ち込んだの？で、これ、俺の机じゃないか！っていうか、本棚も何もかもそうだ！にもかかわらず、ベッドだけ俺のじゃなくてダブルベッドになってやがる。二宮君。わかってる。こんなことするのは一人しかいない。ちくしょう、なんてことしやがるあのバ。今、ちくしょう、なんてことしやがるあのバカ姉って言いかけたでしょう、俊吾。うわ！だから姉さん、気配を消して後ろに立つのは。いや、それよりもまず心の中を読むのはやめてくれ。聞かせてもらう。この部屋は一体何のつもりだ？見ての通り。あんたは今日からまゆちゃんと同じ部屋で暮らすの。わかった？なぜだ？バカだな。そんなの決まっているじゃないか。うわ！おや、俊吾くん。そのオリジナリティあふれるステップは創作舞踏か何かかい？ミキヒコさん、いつの間に。涼子くんの言う通り。君は注意力が散漫すぎる。な、無茶な。さて、俊吾くん。君が妹と同じ部屋で暮らすのは、これも男性恐怖症克服プログラムの一環だからだ。可能な限り、マユは君と行動を共にする方がいい。ならせめて、カーテンか何かで部屋を仕切って。却下だ。プログラムを阻害する可能性を有する要求については、いかなる者にも応じられない。そんなバカな！マユ、事情は分かったね。今日から彼と同じ部屋で過ごすんだよ。そうね、兄さん。マユちゃん、頑張らなきゃ。これくらいのことでくじけてたら、いつまで経っても今のままよ。涼子くんの言う通りだ。マユは自分を変えると決心したんだろう。けれど、それじゃ二宮君に迷惑が。案ずることはない。幸い彼は極めて協力的だ。拒否する機会を与えなかったくせに。わかりました。私、やります。頑張って自分を変えます。これからもどうかよろしくお願いします。えらいわ、まゆちゃん。じゃあご褒美に、今日は私が夕飯を作ろうかしら。おお、涼子くんが腕を振るうのか。これは楽しみだ。まゆは運がいいな。早くも彼女の作品を味わえるとは。まゆちゃん、手伝ってもらっていい？はい、ぜひ。あの、でも二宮くんが。俊吾？あんなの放っておいていいわ。どうせしばらくはほうけてまともに動けないでしょうから。さあ行きましょう。俺の意思は。もはや俺が心安らげる場所は風呂だけか。ああ、このまま寝ればさぞ気持ちいいだろうな。マユと風呂に入るのは久しぶりだな。兄さん、でも中に二宮くんが。お酒、マユちゃんも飲むでしょ。秘蔵の吟醸酒なのよこれ。あの、私未成年。冗談だろ。二人とも、いい加減にしてくれ。何考えてるんだ。男と女が並んで風呂に入ってくるなんて。混浴よ、ここ。知らなかったの？自家用の風呂に混浴も何もあるか。そんなことは問題じゃないよ、俊吾くん。これは純然たるリハビリ行為だ。気にせず堂々と入浴を楽しんでくれればいい。結構です。俺はもう上がらせてもらいますから。その格好で立ち上がるなんて、あんたも大胆ね。よほど自分に自信があるのか、あるいは。何を冷静に観察してるんですか。月村さんも。いや、ごめんなさい。ついあの、本当に全然 大したことないですから。大したことない。我が妹ながら末恐ろしいね。え？もういいです。もう出ます。まあまあ、そう言わずに。ち
ょっとミキヒコさん。そうそう、遠慮する。なぜ足払い、うん、では方向修正っと。方向修正って、あっ何するんですかミキヒコさん。俺何を掴んでるんだ。私のバスタオル。え、月村さんの真っ白な体が俺の目の前に。なんで、わざとじゃないんだ。青春ね。俺は生まれて初めて物理的衝撃以外の要因でも鼻血が出るってことを知った。月村さんの体はものすごく綺麗だった。自己嫌悪。私気にしてませんから。さっきのこと兄のは見慣れてますから。いや、そういう問題じゃないと思う。それにしても不揃いなインテリアに大きなベッド、これじゃまるで同棲し始めのカップルの部屋だ。平常心平常心。とにかく今日のところは早く寝た方がいいよね。月村さん、まだ酔いの口だけど俺は先に寝かせてもらうよ。それじゃあ私も。あ、ベッドは月村さんが使ってくれ。俺は床でいい。ごめんなさい。それじゃあ電気消しますね。眠れない。こんな状況じゃ当然だけど。月村さん、起きてる？はい、起きてます。月村さんはいつからその男性恐怖症に？もうずっと昔からです。でもどうしてそうなったのかは覚えてないんです。おかしいですよね、そんな大事なことなのに。辛い記憶だからこそ無意識に封印してる。そうなんだろうか。それにしても昔からか。ってことはこれまでずっと男とは縁がなかったんだ。ってどうして俺がホッとするんだ。でもそういう私でも好きな男の子とかはちゃんといたんですよ。そうじゃなくて今も好きなのかな。けれどおかしいんですよ。私大好きだったはずのその人のこと全然記憶にないんです。どういう男の子だったかも、どこの誰だったかも、どうして離れ離れになったかも。そっか、今月村さんのこの笑顔は見えない誰かに向けられているんだ。バカみたいですよね。その男の子だってきっと私のことなんてもう忘れていますよね。弾んだ口調が無性に俺の神経を逆なでする。なぜだ、なぜこんな気持ちに。ああ、そう思うよ。そうですよね、やっぱり。というよりそいつは月村さんのことをあまり大切に思ってなかったんじゃないか。いや、そもそも存在したと思い込んでいるだけかもしれないな、その彼のこと。話を聞いている限り具体性が全くない。そんな。それはサキュバスであることと男性恐怖症であることの矛盾が生んだ架空の存在じゃないのか。そもそも月村さん、君は本当に男性恐怖症なのか。今好きな男の子がいると君は言った。でも好きな男がいるのに男性恐怖症というのはおかしくないか。それは。しかも君はサキュバス、男がいなければ生きていけない体質なんだろ。はい。昨日と今日でそれはよくわかった。ただ突っ立っているだけで君は際限なく男を引きつけるんだからな。おかげで随分苦労させてもらったよ。ごめんなさい。結局サキュバスっていうのは
男なら誰だっていいってことなんだろ。私はサキュバスです。男の人から性器をもらわなければ生きていけません。そういうことをしなければ生きていけない体にできています。でも私はたくさんの男の人から性器をもらうのは嫌です。そういうサキュバスって変ですか？男の人に見境がないのは良くないって思うのはおかしいですか？二宮くんにはそんな風に思われたくなかったです。ごめんなさい、こんなこと言える立場じゃないですよね。私ごめんなさい、もう寝ますね。その後俺たちは一言も口を聞かなかった。俺はどうしてあんなことを言ってしまったのだろう。俺は月村さんの思い出の中にいる誰かに焼き餅を焼いてしまったんだろうか。胸の奥で後悔がうずいたけど、もう取り返しはつかなかった。彼女のかすかなおえつが聞こえた。眠れないままに夜が更けていく。あらあら、こういう展開になるのね。盗聴しておいてよかったわ。雨降って地固まると言うし、こういう刺激を与えてみるのもいいかもしれないな。いずれにしろこれで面白くなってくるな。そういうことね。私たちの賭けが吉と出るか凶と出るか。うまい。ちゃんと焼きたてのパンを出してくるとは、君も見上げたものだな、俊吾くん。どうも。まゆは、お前も食べてみなさい。なかなかのものだよ。まゆ、聞こえているかい？何？俊吾くんの料理のことさ。どう思う？とても美味しいです。本当に。あら、まゆちゃん、もういいの？はい、ごちそうさまです。ダメよまゆちゃん、朝はちゃんと食べなきゃ。すいません、残りは後でいただきますから。私先に行きます。さて俊吾くん、多くは言わないでおこう。だがもしまたこういうことがあれば。その時は、分かってるでしょうね。俺だって好きでこんなことに付き合ってるわけじゃない。初対面の女の子と無理やり同居させられるわ。その女の子を命がけで守らせられるわ。文句の一つも言えば、月村さんの上に倒れ込んでいる写真を盾に取られて脅迫されるわ。どうして俺がこんな目に遭わなきゃいけないんだ！もうたくさんだ。もう俺は降りる。あとは、あんたたちだけで勝手にやってくれ！あまり真面目なことはやりたくないんだがね。少し、マユの話をしようか。ミキヒコ。いや、いいんだ。話しておきたい。もう10年も前のことになる。その頃のマユはまだ、本当にごく普通の女の子だった。今と同じくらい優しくて、今よりもずっとよく笑う子だったよ。僕らは早くに両親を亡くしてね。おまけに当時、僕はもう仕事で世界中を飛び回っていたから、あまり彼女の面倒を見てやれなかった。そんな眉の境遇に痛く同情して、細々と面倒を見てくれる少年がいた。自然の成り行きだろう。眉はその少年に、好意を寄せるようになっていった。だが、それが悲劇を生んだ。悲劇？マユはね、サキュバスの力をコントロールできず、その少年を殺しかけたんだよ。殺し？彼女は自らのしでかしたことに打ちひしがれ、心を閉ざした。
それからしばらくのことは僕もあまり語りたくない。それでも尽力の甲斐あって数年後、舞は一時のどん底から立ち直ることができた。性格は随分変わってしまったし、当時の記憶はかなり曖昧になってはいたがね。そっか、月村さんが言っていた好きだった男の子っていうのはその少年なんだ。もう分かっただろ。これが彼女の男性恐怖症の原因だよ。どうだい？なんともかわいそうな女の子じゃないか、僕の妹は。さあ同情したね、同情したろ。ならばぜひともそれを形で示してほしいものだ。期待しているよ。俺は二宮君にはそんな風に思われたくなかったです。男なら誰でもいいか、なんて不用意な、なんて無神経な言葉だ。だからって全部俺が悪いのか。俺だってできる限りのことはしたんだ。でもくそ、幹彦さんの話を聞いた後じゃ何を言ったって俺が悪者じゃないか。俺はどうしたらいいんだ。もしもし、どういうことですの？お父様、月村舞を退学させる、そう約束してくださったじゃありませんか。何ですって、私にこの学園をやめろと。お父様、先ほどから一体何を。月村には関わってはいけない。待ってください、それはどういう意味。あれ、お父様、お父様、うん、なんなのよ、これでも話があべこべじゃない。お嬢様、ささくれ立ってるな。でもその方がいいですよ、お嬢様。相手が相手だし、僕としては敬愛する主人にこれ以上この件に関わってほしくないですから。おや、誰か来たみたいですよ、お嬢様。危険だから帰ってこいですって。お父様、一体何を考えてらっしゃいますの？って聞こえてないか。あーい、どなたですか？おや、お姉さん、こんなところまで。ま、そろそろ来るんじゃないかと思ってました。おさか？誰か来ましたの？ええ、お嬢様とお二人だけでお話ししたいそうです。なぜあなたが？どうやら僕のささやかな願いは届かなかったみたいだ。二宮俊吾の秘密をいろいろ教えてやる。二宮俊吾との仲を取り持つ。何を勘違いしていらっしゃるの、あなた。私は。お待ちなさい。誰もいらないとは言ってませんわよ。それで、あなたの要求は？え？月村舞を？僕にはもう、事態を傍観することしかできないか。結構。その条件飲みましょう。もしそうなれば、あなたのお望み通りにして差し上げますわ。二宮君、やっぱり嫌われちゃったのかな。そうだよね。だって迷惑ばかりかけてるし、嫌われても当然。誰かがついてきてる。もしかして二宮君。ごきげんよう、月村さん。レイカさん、ちょっと顔をおかしなさい。あ、でも。すんげえまぶいな。余計なことするんじゃありませんわよ。あなた方は言われたことだけをすれば。なんですの？まだ何もしていませんのに倒れるなんて。もしかして気絶しましたの？男性恐怖症。話に聞いていた
そのままね。まあいいですわ。手間も省けたことですし。さあ、お運びなさい。ういっす。たまいもありませんわ。うわ、ちょ、何をやっていますの？小娘に触った途端、いきなり倒れて。あなたたち、いいから起きなさい。もう、この役立たず。こうなったら、私自ら、この娘を、二宮、月村さんによろしく。ああ、わかったよ。くれぐれも月村さんに変な気を起こすなよ。するか。ったく、こっちはそれどころじゃな、靴箱にメモは。月村さんを拉致した。しかも北条先輩の署名入り。一体何を考えてるんだ。あ、そんなことより、これが姉さんたちに知れたら、むしろ月村さんのサキュバス体質が人に知れることの方が問題だ。そんなことになったら俺は、なんだよ、俺はって、結局自分のことばかりじゃないか。月村さんの身より自分の保身ばかり考えてる。拉致された彼女が今どんな気持ちでいるか少しでも考えたか。ああ、もともと彼女との同居なんて望んでなかったさ。いい関係を築こうなんてことも考えてなかった。今はどうなんだ。ちょっとしたことでヘッドバットみたいなお辞儀をする。男が近寄っただけで気絶してしまう。俺の心ない言葉で傷ついて、一晩中泣き明かして。そんな彼女に俺は何をしてやれた。俺は、保坂、準備は整ってますわね。はい、外に配置した人数は20人。彼らが二宮君を迎え撃ちます。各方面への根回しはそれぞれ可能な範囲で済ませておきました。こんな感じでよろしいですか、お嬢様。結構、それで十分ですわ。月村さんを二宮君が取り返せば彼の勝ち、取られなければお嬢様の勝ち、そういう条件なんですよね。そうよ。これもいい勉強になると思います。くじけないで頑張ってくださいね、お嬢様。奥歯に物が挟まったような言い方ね。お嬢様に話せないこととかいろいろあるんですよ、僕も。何わけのわからないこと言って。あの、麗華さん、二宮君に何をするつもりなんですか。大したことじゃありませんわ。あなたを助けにのこのこ現れた二宮俊吾、たっぷりと痛い目に合わせる。ただそれだけのこと。そんな、うん、保坂、なんでしょう、お嬢様。ちゃんと手加減するように言ってあるんでしょうね。言ってあります。でもそんな気遣いはしない方がいいと思うな。二宮君は来ないです。来ない。まあそうかもしれませんわね。私としては不戦勝でも構いませんし、二宮俊吾もあなたのような小娘のためにリスクを背負うこともないでしょう。あの男はあなたのことなんて何とも思ってないに決まってるんだから。その通りです。私はただのお荷物です。二宮君に迷惑ばかりかけてるんです。バカだし、のろまだし、気が利かないし、おっちょこちょいだし。あら、あなたちゃんと分かってるじゃない。昨日も一昨日も迷惑のかけ同士でした。台所は水浸しにしちゃうし。まあどしがたい失態ね。やっぱりあなた、あの男と同居する資格なんて。それに寝ぼけて二宮君に抱きついたりもしました。はあ、なんですって。気を失って二宮君に保健室までおんぶしてもらったりとか。
月村さん。はい、おはようございます。そっか、昨夜はあのまま寝ちゃったのか。二宮くん、何もしなかったんですね、昨日。え、ああ、したくてもできなかったわけだけど。私って、そんなに魅力ないですか？え、いや、違う、待ってくれ。魅力がないなんてそんなこと全然。本当だ。そもそもこれは月村さんの体質が。え、え？冗談です。本気にしました？あ、ああ、いや、なんだか調子が狂うな。あの、それで朝ごはんの準備ができたから呼びに来たんですけど、あの、私が作りました。二宮くん起きてこなかったものだから、その…俺は顔を赤らめる月村さんを見て、胸がときめくのを感じていた。本人にそのつもりがなくても、彼女は男を惑わす魔物、サキュバスなんだ。こんなに胸がドキドキするのも、自然と顔が熱くなるのも、つまりはそういうことなんだ。彼女にはさっさと男性恐怖症を克服してもらう。できるだけの協力はする。彼女の面倒を見るのはそういうことなのだ。うん、そういう方針で。俺は勝手に納得することにした。あの、勝手に支度して。月村さん。はい。また俺が寝坊したらよろしく。はい、頑張ります。じゃあ早く今に行こう。姉さんは待たせると怖いんだ。はい。おはよう、三木彦さん。やあ、おはよう、俊吾くん。あ、おはよう、二宮くん。あ、おはようございます、穂坂先輩。あ、ここで何してるんです、穂坂先輩。見ての通り、朝ごはんをお呼ばれしてるんだけど。いや、そうじゃなくて、なんでここにいるのかって。あのね、二宮くん、それがね。ちょっと、お話しなさい、あなた。無礼な、やめなさい。往生際が悪いわね。隠れても無駄よ。あなたには階段の掃除を言いつけてあったでしょ。紹介するわ、春吾。彼女、今日から住み込みで働くことになったお手伝いさん。だから、どうして私がそのようなことを。は？お手伝いさんって、なんで北条先輩が。あんた、お手伝いさんが欲しいって言ってたでしょ。いや、そういう問題じゃなくて。麗華ちゃんはね、私との賭けに負けたのよ。これはその代価。不条理よ、こんなの絶対不条理よ。こんな服まで着せて、だいたいこれって何？うちのメイドが着る服じゃない。そうよ、あなたのお父様からもらってきたの。私が着るべきものじゃありませんわ、こんなのは。とか言いつつ、しっかり着てるじゃない。それはあなたが無理やり私をひんむいて。可愛い声出してたわよ。それはあなたが変なところ触るからって。そんなことはどうでもよろしくてよ。どうしてそんなに嫌がるの。そうそう、ついでにこんなのももらってきたんだけど、ほら。はあ、なぜあなたがその写真を。それは私とお父様しか。他にもほら、こんなものとかこんなものまで。あ、ちょっと俊吾、こっち来なさい。いいもの見せてあげるから。いやはあ、やめてやめてやめて。あはあ、いやいや、急に騒がしくなったね。この人たちは、またうちにトラブルの種を。あの、二宮くん。わかってる。わかってるよ、月村さん。言ってやる。今日こそは一言言ってやる。もう、いい加減にしろー。